さあ、いよいよ長きというほどでもないですかね、ファイプロ各団体の団体対抗戦として行ってきた、SWA 軍と、各団体 WMW の戦い、第4試合最後の試合となりました。青コーナーは忍び、赤コーナーはトレバー・ダライアスの試合を開始いたします。もうすでに、第3試合までで、まあ、団体対抗戦っていうふうに団体構想勃発って言って行われたものは3対0で WMW の方が勝っていますので、もうこの試合は結果が云々関係はないんですけども、まあなんちゅうんでしょうね、お互いのこう代表がの代表のプライドをかけたみたいな感じになるんですよね。でこの、忍者の格好をしている方が忍びです。忍びというレスラーが実際にいるんですね。あんまりでも有名ではないです。忍び以外にもこういうスタイルの甲賀とやったっけなんかとか、いろいろ何種類か何人かレスラーがいるんですけど、自分はなんか昔からこの忍びというスタイルが好きで、ファイプロのシリーズが出たら大体エディットをして今再現してきました。で特に好きなのが、まあ、当然こう忍者っぽいものをイメージして和のテイストですよね。でなかなか強敵じゃないと出さなくなってきているな、出さないロジックなにしてたっけな。あの一番好きなのはムーンサルトエルボーですね。その場で相手をボディスラムでリング中央に持っていって、でそこからロープに飛んで回転してエルボーを落とすと。石森っていうレスラー、石森太一やったっけなっていうレスラーが得意技にしてるやつですね。であの技からバンザイをしてフルネルソンにして、キャンベルクラッチに入る技を必殺技にしてるんですけども、ここの連携が優先動作ってやつですねのロジックを組んでるんで必ず出すというふうになってます。あれが見れるかどうかなんですけども、あまり、弱いレスラーだとそれここまでに至らないんですよね多分ね。まあちょっと見てみたいと思いますが、対するトレバー・ダライアスについてはあまりどんなレスラーなのかよく分かってないんですが、一応 SWA の中でのリーグ戦査定マッチみたいなものを行った時に一番強かった、一番勝利数が多かったんですね。ランキングが高かったので1位でシングルにしたんですけども、さあどこまで、おっと電光石火が決まりましたね。しかしロープ際、試合時間は5分を過ぎました。ネックブリーカーから四の字固め、あ、なるほどね。確か自分の記憶でそのチラッと見たのではトレバー・ダライアスは足殺しがうまいレスラーだったような気がします。あ、しかし電光石火であっという間に決まる時がありますからね。忍びは攻撃力がある程度あるレスラーだったと思います。こういう実際にそういう技を出すレスラーじゃない場合は有利な技の組み方ができますのでね。さあ試合時間は6分を超えたところですが、忍びはまだちょっと余裕がありそうな感じですね。トレバー・ダライアスは流血して苦しくなってきているでしょう。さあしかしロープに投げてショルダータックル、倒れた忍びに対してフェイスカット。さあそこで距離を取るがネックブリカドロップ、いいですね流れとしては。足をこのように殺して足4の字目に4の字固めにつなげたいところでしょう。さあロープにコーナーに投げたけどこれはスッと体をかわしますね。あ、この毒切りはまあめったに当たらないですからね。これは当たったらかなり、珍しいと思ってもらった方がいいでしょう。さあ打撃合戦はトレバー・ダライアスの勝ったが倒れる。さあ中央に寄せて足を殺していきますね。ただちょっと一発しか続かないという状況でしょうか。さあ逆肩エビ固め、
この逆片読み畳は綺麗じゃないですよね。本当にこれはもう一度考え直してほしいと思いますが、あ、ちょっと忍の方がスタミナ切れのような感じも見えますが、足殺しに徹底する、膝を落としてから四の字固めに行きました。いいですね。トレバダライスとしては、まあこれで相手のスタミナを削りながら蹴りのキック関係のダメージを減らすことができますからね。流血をものともせず攻めております。さあ忍びとしてはどうする。忍びもレッグブリーカードロップを出しましたね。あっとここで出ました、忍ばず固め。いきなり持っていきましたね。この万歳をした状態のキャメルクラッチ、いいですね。さあロープに投げて膝が当たった。さあ足にキックを一発入れて大釜攻撃、さらに流血を狙うといったところでしょうか。さあコーナーに投げて、おっと持ち上げたぞ。さあどうする、忍びとしてはどんな技があったか。おっとスパイダージャーマン、いいですねこの連携は。さあそこから飛んでいって、いいですね。おお、しかもすぐに立ち上がってその場飛びムーンサルト。あー、しかしカウントは2。これはでも一気に今の流れはかなり良かったですね。トレバダライアスとしてはかなり苦しくなったんではないでしょうか。さあしかしバックを取って、しかしカンガルーキックで返される。忍びとしてはここから畳みかけたい。いいですね。さあ飛んでいったがフォールは返された。いい忍者ポーズ、下から飛んでいって駆け上ってからのムーンサルト2連発。もうトレバダライス氏は虫の息でしょうか。さあロープに投げたところで膝、あ、しかし返しました。そして金的攻撃、トレバダライスまだ諦めてないようですね。さあラリアットに行って足を殺す。さあしかし疲れてきてるがエルボーを落として、さあバックを取って金的、いいですね。相手の、気力をこれ奪えるはずですね。ショルダータックル。さあ忍びは一つも返せない状態が続いています。さあヘッドバットを連打。さあしかし今4の字固めに行こうとしたんでしょうかね。これはちょっと苦しい。さあ忍び立ち上がったがフラフラ状態。トルバダレヤスは金的で畳みかける。さあバック取れない、返される、丸み込まれたがカウントは 2.9。トレバーダライエスちょっと苦しいがまだ耐えている。そして中央リング中央で4の字固め、レフェリーのチェックが入るが2回までは入った。さあ組んだところで、あっと出ました、これがムーンサルトエルボー。さあロープに飛んでもう一度またいで帰ってきたところにエルボーを落とす。あー、しかし白技固めに行かせません。トレバーダライエス呼んでいたか、これはロープに飛んでラリアット足を殺して、トレバーダライアス苦しいがここは頑張りどころでしょう。そしてあーっとスープレックスが決まってしまった。しかしカウント2で返す。試合時間は15分を経過しましたが一進一退というところでしょうが、消化忍びとしてはここで決めたいが、さあどうする、ロープに飛んで、あー飛んでの裏勘ラナー、カウントが入る。あー 2.9 で返した、まだ頑張る。さあトレバーダライアスもロープに投げてスリーパーホールド。忍びは唯一弱点があるとしたらスタミナがちょっと切れやすい、呼吸が続かないというところがありますが、今のところ大丈夫か。スリーパーでこれはちょっと疲れさせられたか。さあ記録回復です。このカメラ目線が何とも言いません。さあロープに飛んで、さあもう一度飛びついての裏カンラナひねりが入った、カウントは2-3入りました。忍びが最後は飛びついて丸め込み前方回転エビ固めで決めました。試合評価は 97%、 16分34秒忍びの勝ちとなりました。いやー、いい試合でしたね。トレバー・ダライアスも最後以上見せたんではないでしょうか。この結果により、第4試合まで全てファイプロ架空団体 WMW が勝利となりました。残念ながら、既存団体である SWA はこれで消滅となりますが、また今後も、WMW の中で、レスラー同士の対抗戦なども行っていきたいと思いますので、今後もこの動画ともどもよろしくお願いします。ではご観戦ありがとうございました。ではまた。